もう逃げも隠れもしない。だからとっととこれをほどけん。ごめんねリオ、まだダメなの。なぜだ。実は彼女の希望で、告白にはやっぱりそれらしいムードが欲しいって。というわけで、じゃん。なんだその服は。制服ですって。彼女が生きてた当時の。奇跡的に一着だけ無事なのがあったのよ。本当はその先輩丸坊主だったらしいけど、さすがにリオの素敵な髪を切るのは忍びないから、そこは諦めてくれるって。だから着替えるくらいはね。もう逃げも隠れもしないと言ったろ。今さらお前らに見られてもなんともないし、着替えるくらいは。で、ダメだ。ほらやっぱり。いや、そういう意味じゃなく。頼む、とにかく今はまずいんだ。あっちに行って一人で着替える。だから。はいはい。さあ、かなちゃん、ノエルちゃん、やっておしまい。ほらほら、イエッサー。先輩、失礼します。観念しな、お嬢ちゃん。来るな。ドキドキ、ワクワク。もう、往生際悪いわよ。はい、脱ぎ脱ぎしましょうね。やめろ。私の先輩がそんな下着をつけてるなんてありえない。絶対ありえない。地震？違う、これは不潔です、猥褻です。そんなの、そんなの私の好きな先輩じゃない。当たり前だ。紐で悪いか。勝手な理想を押し付けるな。その先輩だって、お前の知らないところでどんなだったかわからないだろう。お前が思うほど素敵でもかっこよくもなかったかもしれない。変な趣味があったりしたかもしれない。でもそれを全部許せるのが本当の愛情ってやつじゃないのか。だって仕方ないじゃないですか。私何も知らないんだもの。あの人のこと何にも。幽霊さん。私にだってまだ恋とか愛とか正直よくわからない。でもきっとお前は恋に恋していただけだ。違うか。わかったらほどいてくれ。はい。ずっと待ってました、私のことに気づいてくれる人を。私はここから出られなくて、いくつもの季節が巡って、移ろう世界をたった一人で窓から見つめ続けていました。そしてあの日、私一人を残して世界は完全に終わってしまった。あなた、やっぱり大断絶より前から。こっくり。あ、ちなみにうなずいた音です。あの日から本当に長い時間が過ぎました。わずかに生き残っていた私が知っていた私の国の人々はチリチリになり、新たに訪れた人々がこの学校の周囲に新たな町を作り、それでも私は一人だった。ずっと一人で、ただ見つめるだけで。分かってるんです。あなたはあの人じゃない。あの人はもういない。みんな行ってしまった。
どこにも行き場のない私の思いだけを残して。くそ、どうして抱きしめてくれるんですか？私はお前の好きだったその人じゃない。お前が理想として思い描いていたかっこいいリゴ先輩でもないかもしれない。でもこんな私でよければお前の手紙を受け取ろう。好きになってくれてありがとう。勇気を振り絞って告白してくれてありがとう。キラ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 、あ、光が嬉しい。ずっと夢見てたんです、あの人の腕の中にこうして抱かれること。キラキラキラ、ありがとう、大好きでした。全部キラ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 。そうしてあの人騒がせな幽霊は行ってしまった。翌日、私たちが目覚めたのは、いつもと変わりない廃屋の一室だった。あのイデア文字の本に満ちた奇妙な部屋は、きれいさっぱり消えてしまっており、私たちは一言も喋らずに、眠り続けるクレアを背負って、いつもの砦に戻っていった。クレハはそれから一日寝込んだが、自分があの幽霊に取り憑かれていた時のことはさっぱり覚えていないらしい。カナダとノエルもそんなクレハに気を使ってか、あの出来事については一言も触れようとしない。言わんやフィリシアにおいては。そして私はといえば、そんなみんなの態度のせいで、あの出来事に対する現実感が日々薄れていくのを感じている。今ではやはりあれは全て夢だったのではないかとも思えるのだ。ただ夢ではなかった証拠に、今私の手元にはどこか怯えたような、それでいて精一杯な気持ちを感じさせるイデア文字で宛名が書かれた古びた一通の手紙が残されている。まだ開けてはいないし、そのつもりもない。どのみちイデア文字で書かれたそれは私には読めないだろうから。だが封を開かずとも内容はわかる。きっとそこには書いてあるに違いないのだ。あなたが